おはようございます。速稼塾の久保です。 FX 楽しいですね。難しいんですけどね。でもやっぱり楽しいです。というのが、今週ちょっとね、私も悩んだんですよ。上昇なのか、それとも下の方に行くのか、そういう風な相場解説してました。このね、悩みが難しいところで、でもこれにね、糸口を見つけた時、解決した時が楽しいですよね。で、楽しいってのはイコール利益が生まれてるってことなんで、二度楽しいかなと思います。では今日はね、そんなところをお送りしたいと思います。本日は3月24日、時間にして朝の5時46分でございます。それでは画面を切り替えてご覧いただきますので、こちらの方をどうぞ切り替えます。はい、今日はですね、変則的なんですけども、水曜日なんですけども、週足を見ていただきます。週足のですね、ここに包み足ができているところがあると思います。包み足ができて、これをきっかけにして、こういう風な形でね、セルトレンドが始まったわけですよね。売り方のトレンドが。で、ここを転換点にして垂直トレンドに向かう時っていうのは、一気にそれこそ倍速ぐらいでね、急騰したわけなんですよ。ぐーっと行きましたよね。で、今この包み足のゾーンに引っかかって、ここから押し戻されてると思うんですよ。上髭を出してますよね。で、久しぶりの陰線を出して、これからは緩やかに下降局面に入っていく予兆を見せてるんではないかなと思います。一気に下りませんよ。多分ね、ゆっくりとね、下の方に向かっていくと思うんですよ。ゆっくりと。でもここの角度と同じか、それ以上に緩やかなだらかな角度で売りの方に向かっていきます。以前ですけども、108円をレンジとして進むというふうに申し上げましたけども、それがやってきたって感じですよね。108円圏内でしばらくは横ばい、若干下気味っていう形じゃないですかね。では、デイリーの方行きましょうか。週足からデイリーに移っていきます。デイリーなんですけども、ここにほら、ソーサートップみたいな形があるでしょ？これが押し目だったらね、もうちょっとね、鋭くこう行くんですよ。N の字を書くように。今回は N の字をとても書きそうありませんよね。緩やかな、なだらかな山みたいな感じですよね。ですので、これがですね、こういう風な動きに変化していくんじゃないかなと思うんですよ。これもよくある形なんですよね。ぐーっとゆっくり行ったのが、その倍速ぐらいで急騰していった後、ここと同じぐらいの緩やかな方向に行くっていうのはね。で、4時間の方を見てみます。4時間ね、やっぱり緩やかになってますよね。ここだからヘッドに頭に、緩やかに移動平均線も3本ともこっちの方にうっすらと下の方に行くんでしょうね。で、1時間の方を見ていきますね。1時間いかがでしょうか。私が迷ったのは、こちらのレンジの中に結局は戻るんではないかなというふうに迷ったことがありましたね。でも戻らなかったけど、この辺戻ってないでしょ。ということで、もう一つの私が立てた仮説の方なんですよ。覚えてます？こんな感じで私線引きましたよね。こんな感じでちょっと下が膨れるような感じですけどね、本来でしたらこうなんですけど、ちょっと膨れるような感じでトレンドを引きましたよね。だからこっちなんじゃないかなと思いますよね。こんな感じじゃないかなと、こんな感じでね、トレンドが引かれるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、いずれにしても緩やかに売りの方に、108円圏内なのに107円の方に向かいながらだと思うんですよね。で、ここに早速 N が見えてます。で、次は今新しいチャートは形成中で、今緑に見えますけども、上下ヒゲを出して、十字のような状態になってますね。まあ、ですんで、10時間かけてセル、このぐらいですよね。1日1エントリーっていう風なタイミングじゃないですかね。まあ、今回はそういう風に結論付けております。昨日も何回か入るチャンスがありましたけども、私はね、ちょっと尾道に行ってましたんで、エントリー全くしてないんですけども、昨日私がチャートに貼り付いてたら、何箇所か取れていたんじゃないかなと思います。はい、では今日はね、今日はというか、今日、明日、明後日と、ちょっとセル戦略の方で、しかしね、緩やかな売りの方向になっていきますんで、一旦含み損を、これセルで設けちゃうと、なかなか取り戻すの難しいと思いますから、で、エントリーのタイミング非常に重要になっていきます。とりあえずね、もう一回ぐらいちょっと上の方に上がっていただいて、上がりきるか切らないかというところで、セルでエントリーしようかと思いますね。で、本日は以上です。